こんばんは、ロビーラウンジへようこそ。ロビーです。さて今回行くのはこちら、快活クラブネットカフェですねの完全個室、またレポートしていきたいと思います。はい、でこのチャンネルはホテルのチャンネルではあるんですけども、すっかり何回もね、こうインターネットカフェ、ネカフェの宿泊レビュー動画を出させていただいております。もしよかったらチャンネル登録お願いします。ということで、ここの店舗は随分と広いですね。駐車場が完備しておりますと、うん、ということで、どんな感じなのか早速行っていきたいと思います。レッツゴー。自動チェックイン機で、自動でチェックインを済ませてきました。今回の部屋、こちら角部屋ですねさて、どんな感じなのか、ダダーン、電気をつけましょう。どこだ、おお、広いですね。広い広い、十分広い、十分広いですね。はい、うん、前回はですね、快活クラブリラックスルームの、多機能シートだったかな、椅子みたいな感じのシート席を、紹介しましたが、今回はフルフラットルームでございます。はい、シートじゃないね、フルフラットルームでございます。ということで、早速ルームツアーの方から行っていきましょう。ではまずですね、パソコンの上の方から見ていきましょうか。上の方はね、結構高さがあるんですよね。手を伸ばしても天井に届かないぐらいですね。なので、まあ、2メーター半ぐらいあるんではないでしょうか、高さ的には。面積的にはね、そんな広くはないんですけども、言うてでもワイドですけどね、あとで長さ、幅は測りますけど。ただ、やっぱ天井の高さがある程度あるので、結構、気持ち的に窮屈には感じませんね。はい、で上ですね、まずこちらの方にはブランケットが1枚と、結構ね、触り心地のいいブランケットでございます。触るとあったかいですね、このモフモフのやつね。で、それからお隣ですね、あらかじめお部屋の方に消臭剤、消臭スプレーがあります。これありがたいですよね、部屋にあるのはかなり。でお隣にはティッシュですね、2箱も、まあ太っ腹なでこちらエアコンの調整がここでできますよって、最初からね、もうエアコンはここからもう風が出てて自動管理になってるんだけど、ここのつまみを合わすことで、ここの風を閉めることができますよ。うん、閉まったね。そんなこんなで温度調整ができます。続いてパソコンの方を見ていきましょう。こちらにはデスクトップパソコンですね。でこちらには Wi-Fi の案内と、それからプリントもできるそうですね、サービスで。はい、で画面はこれ大体、大体というか32型ですね。随分でかいですね。で、ブルーレイドライブ無料貸し出し中と、ブルーレイも見ることができますと。で、キーボードなんですけども、で、マウスもそうなんですけど、気づかれた方いますかね。ほら、見てください。ワイヤレスなんですよ、ワイヤレス。だからもう、ここでね、膝、こういうふうに、膝に置きながら、こう、カタ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 ってできたりするんですね。うん。これ結構便利ですね。はい。マウスの方もワイヤレス。で、コンセントの方はこちらにありますね。3つも口があって、プラス USB の給電ポートもここにありますと。便利ですね。で、足元の方見ていきましょう。足元の方はですね、こんな感じになっております。ゴミ箱があちらに1つありますね。はい、それで今の足元の方の壁にね、足の裏をペタッとくっつけて寝ると、このぐらいでございます。うん、十分ゆとりがありますね。まあ2メーターぐらいの長身の方でも、十分寝れるんではないでしょうか。うん、結構あるね。でね、このマットはね、結構柔らかくて寝心地がいいですね。これが、あ、ちょうどこれが枕なんですね。これが枕で、あ、まあ若干高いけど、まあ
まあ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 許容範囲です。はい、こんな感じで寝れますと。でもう あとはさっきのブランケットして、ね、寝れば完璧ですね。思ったよりマットの柔らかさも、柔らかくてちょうどいいでございます。はい、で幅はですね26、8、100、120ですので、一般的なカプセルホテルとかよりも20センチほど、こっちの方がワイドですね。はい、でここには座椅子と、フラットシートなのに座椅子もあるのは結構便利ですね。うん、それでパソコンカタカタでやったりできますね。はい、でこちら側には鏡と姿見ですね。うん、結構あの全身映る、足元まで映る、鏡になっております。うん、便利ですね。でここに調光式のライトと換気扇スイッチオンオフと電気ですね。はい、でこちらにはエモン掛けと、はい、になります。でですね、ここ一応オートロックなんですけども、勝手にねこう開けて閉めれば鍵がかかるんですけども、ですね、これ結構快活クラブのこのリラックスルーム全店で多分そうだと思うんですけど、これねガチャってしっかりやらないとね、こういう風にやらないとねしっかり閉まんないんですよね。今みたいにこうここから離しただけじゃ、今のは閉まったかな、今のは閉まったと思うんですけどね、たまにねこう中途半端に開いてる時が結構ねあるんですよ。ドコモっていう、ドコモそうって言ったのは、前回もそうだったからです。はい、きっとねこの扉の仕様がそういう感じになっちゃったんでしょうね。新しいのに、まあそこは残念ですけど、はい、だからこうなんかドリンクとか取りに行った時にこう出てってそのまま離してヒューってやってただけじゃ、もしかして、オートロックがかかってないことが、本当にあるのでご注意ください。で足元、スリッパがありますね。靴べらと忘れてました。では、そのドリンクの方を見ていきましょう。まあドリンクだけじゃないんですよね、ここに書いてありますが、まあランドリーとかあったりね、で受付でねルームウェアなんかレンタルできたり、シャワーも無料で、しかもタオル使い放題と、はい、なかなか進化しましたね。うん、漫画喫茶もね、うん、一応漫画喫茶ですから漫画も読み放題とコミック読み放題と。で今回の料金なんですけども、ナイトバック、午後8時から午前4時までの入店で、8時間値段はこちらですね。まあまあまあ安いですよね安い方だと思います。はい、もちろんもっと安く、ホステルとかに泊まることもできるんですけども、まあ、予約なしで、フラッと気軽にこう立ち寄れる場所がここなのかなと思います。でここ実は完全防音なんですけども、実は今、結構夜いい時間でして、もうそろそろ日付をまたぐ頃なんですけども、防音性能はね正直言って、こっちのこの扉側の方からは結構音が聞こえてくるんですよ。廊下側ですね、つまり廊下側から結構人の足音だったり聞こえてきます。でなんなら今ですね、結構、まあ、夜なのか結構いい BGM、 リラックスできる BGM が流れてるんですけど、聞こえますかね。はい、まあ、こんな感じで割と聞こえるんですよね。うん、完全防音なので、多分もしかしたらこの喋ってる声がこっちに漏れてるかもしれない。まあ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 っていう感じですね。はい、隣の音はこっちは角部屋だからいないんですけども、隣の音はまあ多分人がいないんでしょうね、全く聞こえませんが、多分結構大きな声を出すと、聞こえる感じですね。うん、だから完全防音とはいえ完全っていうのはちょっとあれなんじゃないかなって、あ、鍵付き？ん？防音鍵付き完全個室だったかな。ちょっとその言い回しがあれですよね完全防音ならいいんですけどもね、まあ、完全防音だった気がするけど、まあでも正直完全防音ではないですね。はい、
室のお手洗いなんですけども、快活クラブのリラックスルームでは結構ねこう水回りのところが綺麗なのが印象的ですね、うん、なんかね結構ね結構な頻度でこう店員さんがねシャワールームとかねお掃除してくださってるんですよ、うん、だから本当ほぼほぼ1回1回使うたびになんか清掃してくれてる気がするんですけども、おかげで結構、綺麗に清潔に快適に利用することができますね、うん、全然綺麗ですね。まあ結構漫画喫茶とかのシャワーよりも綺麗な印象です。はい、ちゃんとシャンプー、リンス、ボディーソープ、備え付けがありますと。さて、ここの店舗でも朝食が無料でしたね。うん、店舗によって、無料モーニングがありますが、快活クラブね。随時なんかこう全店舗に拡大してみいくみたいですけど、今の時点ではまだ全店舗では実施してないようですが、無料モーニング、はい、ででん、食パンとフライドポテト、まあ、とってもシンプルなメニューですけども、まあ、あんまり栄養素のない、まあ、栄養素なくはないですけど、炭水化物でもあるだけでありがたいですね、うん、ということでいただきます。それでね、一泊寝てみた感想ですけども、あのマットレス、まあ、マットレスじゃない、マットの方に関しては、まあまあベッドよりは劣りますけど全然問題なく寝れますね、気持ちよく。ただし、耳栓が必要かなというところです。はい、やっぱり、ね、ちょっと、扉越しにあの物音が聞こえたりするので、あの、うん、本当にめちゃくちゃよく寝たい方は耳栓持ってくるといいと思います。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画参考になりましたらグッドボタン、それから、チャンネル登録もお願いします。それではまた。